こんにちは市瀬です、えー、今日も日本語での動画配信となりまして、えー、動画の内容はですね3日ほど前に配信をさせていただきました「えー、KK さんの性格について」というね英語動画の日本語解説となります。えー、サムネのですね画像とともにお乗せしたタイトルは、えー「KK の性格について」。 彼は弁護士にふさわしいいでですかという、ね、タイトルで、えー、動画下の文字タイトルは、えー、元内親王の夫である KK の真実の性格を表している3つのエピソードということで、えー、タイトルを載せさせていただいております。 こちらの動画につきましてはニューヨーク州弁護士協会のキャラクターフィットネスを審査するです、ね、窓口宛のメールにです、ね、添付していただく動画となっておりますので今回はあまりですね内容については省略せずに英語でお話しした通りのなるべくですね近い日本語の解説をご紹介していきたいと思います。 ですので動画のお時間としてはちょっと長めになってしまうと思いますので、えー、早速アニメーション動画で内容についてご紹介していきたいと思いますはい、えー、それでは日本語の解説をお話していきます先ほどお話しました通り英語でお話した内容をそのまま日本語でお話していきますのでちょっとですね個人名称が呼び捨てになってしまうんですけども呼び捨てのままですね進めていきたいと思いますそれでは始めます えー、今日は日本の皇室の元内親王の真子の夫小室慶のキャラクターについてお話しします小室慶は10月末にニューヨーク州の弁護士権の合格者リストに名前がありましたそして正式な弁護士になるための次のステップがキャラクターフィットネスになります今日はキャラクターフィットネスに先立ちまして、えー、小室慶のキャラクターにフォーカスしたビデオを撮影します 日本では小室家への性格に関して大変多くの話があります。証拠がある事実から噂程度の話までありますが、偏見なく公正に正しい情報をお届けするため、証拠がある事実だけをお話します。そして私は誰にでも探られたくない過去があることはよく理解しております。私は彼の過去を責めるつもりはなく、これらのエピソードは事実であるということを皆さんに知っていただきたいのです。 小室慶のキャラクターをよく表している主なエピソードはこのようなものになります1点目が小室慶は母親の金銭トラブルに深く関わっていました2点目が小室慶は母親の遺族年金差しにも深く関わっていました3点目がローウェンスタインサンドラに掲載されていた小室慶の虚偽の受賞歴と履歴書に書かれていた虚偽の受賞歴ということで1点目から紹介していきます 小室圭は母親の金銭トラブルに深く関わっていた海外のニュースでは元内親王の真子と小室圭の結婚に関して国民が反対していた理由は小室圭の母親と元婚約者との間の金銭トラブルだと言われています小室圭の母親は小室佳代という名前ですここからは佳代と呼びます2010年9月から2012年9月までの約2年間 小室慶の学生時代にかよは元婚約者と婚約し生活費や留学費用を借りて援助を受けていましたその金額は合計で400万円ほどになりますこの時かよからはそのお金を借りる行為に関して借りるやヘルプという単語を使っています 佳代か,からの度重なる金銭要求にお金目当ての交際ではないかと思った元婚約者は佳代との婚約を解消しますそしてこれまでに貸したお金を返してほしいと申し出ましたがお金が返ってくることはありませんでした元婚約者はあのお金は貸したお金だと主張しましたがかよは「あのお金は贈与でもらったお金だから返すつもりはない」と主張したのです そしてその数年後、マ、ま、コ内親王と小室慶の婚約の相手を知ることになり、元婚約者は改めて借金を返してほしいと声を上げました。この借金トラブルに関して小室慶を擁護する人たちは、母親は母親、息子は息子、だから小室慶は母親の借金トラブルに関して何の関係もなく責任もないと言います。しかし事実は違っています。 小室慶は自分がこの借金問題に深く関わっていたことを自分で証言していますここに2021年4月に小室慶本人が宮内庁に提出した文書があります概要欄にこの文書の PDF ファイルへの URL を記載しておきますのでご覧くださいこの文書の中で婚約解消後の金銭トラブルに関するかよと元婚約者の交渉のテーブルに小室慶も母親の味方をするために同席しています そししててこの時のの時交渉の一部を小室慶は内緒で録音しています会話の流れで元婚約者が「お金を返してもらうつもりはなかった」といった部分を録音したものでこの言葉をもとに小室圭はこの文書の中で30回近くこの元婚約者の言葉を引用しだからあのお金はもらったものであり返さなくていいお金だと主張しています。しかしかにに疑問を持っていた元婚約者側にも録音があり これは婚約者ののの言葉の一部を切り取っっったたもであこととが明らかとなっています。婚約者はあくまでも当時の気持ちを語ったものであり当時は婚約中という状況で将来結婚すれば同じ財布になるのだからお金を返してもらうつもりはなかったと言ったにすぎません。日本語なので内容はわからないと思いますがこの文章は28ページに及び非常に長い文章で要点が分かりにくく このような文書の書き方も、弁護士としての適性が備わっているかどうかの判断材料になるのではないでしょうか。なお、小室慶がこの文書を公開して以降、彼の一方的な言い訳と誠意を感じさせない文書に、多くの国民から反発がありました。二十八枚もの文書の中で、彼は何度も何度も繰り返しお金を返すつもりはないと主張していましたが、この文書に対して国民からの批判が集まると、 文章を発表したわずか数日後に態度を一変させてお金を返すと約束しましたそしてそのお金が返ってきたのは小室圭と真子が結婚しニューヨークへ旅立つわずか数日前のことでしたそれは小室圭がお金を返すと約束をしてから7ヶ月後のことですだから借金の返済は真子からのお金つまり税金ではないかと言われています この金銭トラブルへの解決の仕方が弁護士としてふさわしいのかどうか皆さん判断してくださいそして元婚約者からのお金ののの半分以上は小室慶の学費に使われています元婚約者からの金銭サポートのおかげで小室圭はアメリカ UCLA に留学することができましたしまこと出会った ICU に入学することもできたのですこの点から見ても小室圭は母親の金銭トラブルに無関係だったとは言えません そしてこの当時小室圭は日本の眞子内親王と結婚を進めている成功している状態で過去に小室圭を何度も助けた元婚約者は貧しく年を取っていました私の意見ですが小室圭が心から元婚約者に感謝して給料の中から少しずつでも借りたお金を返すと発表するような思いやりのある優しい青年であったなら 仮に小室圭がシングルマザーに育てられ家柄が皇室と釣り合わなかったとしても日本人はこの傾向を祝福しただろうと思います。しかし私が見る限り小室圭はそのような優しい心を持っているようには見えませんえ次が2点目です、えー、小室圭は母親の遺族年金差しにも深く関わっていた佳代は遺族年金と傷病手当の不正受給で現在検察庁に告発されています 客観的に見ると不正受給は明らかのようです。告発状は昨年12月に日本のあるジャーナリストから提出されましたが、それ以降保留とされています。これほど明らかに見える不正受給の告発に対して検察が動かないのは、今やかよが元内親王の義理の母親だからでしょうか。しかし犯罪を犯したなら、たとえ相手が王様であっても特別扱いされるべきではなく罰を受けるべきです。 遺族年金とは年金の加入者が死亡した場合遺族が受け取ることができる年金のことですこれは働き手を失った遺族が後の生活に困らないように支給される社会保険の一部ですかよの夫であり小室慶の父は慶が10歳の頃亡くなっており父親は市役所勤務だったのでかよと慶は父の死後遺族年金を受け取っていますがこれは再婚したり同性や婚約者などのパートナーができた時点で支給を停止されます は金銭トラブルとなった男性と婚約関係にありましたが過去にも別の男性と同居していたことが明らかとなっており本来別の男性と同居した時点で遺族年金の受給資格を失っていますそして元婚約者と交際していた時点でも厳密には遺族年金の受給対象ではありませんそして加代はこのことを知っていて元婚約者に事実婚のことを口止めしています これにについいてては、がが元婚約者に送っったメールが残っています。このメールによると小室圭も遺族年金の不正受給のことを知っていてその上で母親に元婚約者の遺族にも口止めするようアドバイスをしています。母の犯罪に知恵を出して協力する倫理観の人が弁護士としてふさわしいのでしょうか以上が2点目で、えー、次が3点目です。 ローエンスタインサンドラに掲載されていた小室圭の虚偽の受賞歴と履歴書に書かれていた虚偽の受賞歴ローエンスタインサンドラに掲載されている小室圭の受賞歴には虚偽がありました彼のプロフィールの学歴欄には JFK プロファイル・インカレッジ・アウォードの受賞歴が記載されておりますがこれは過去にオバマ元大統領が受賞したほど栄誉ある賞です。 しかし小室圭の名前は賞の主催者である JFK ライブラリーの受賞者リストにありませんこの受賞は後に「フォーダムズ・ JFK プロファイル・イン・カレッジ・アウォード」に訂正されましたがしかしこのような賞も存在していませんそしてこの賞の受賞歴については最終的に現在は彼のプロフィールからは消されています さらに言うと2021年9月16日の「週刊文春」の記事によれば就職活動中の履歴書に2つの虚偽記載がありました1つ目は2012年から2013年の間小室圭がカリフォルニア州の UCLA に留学していた時のことですその時期彼は電通アメリカでインターンをしていたと書かれていましたが当時電通はカリフォルニアにオフィスがなかったことが明らかになっています 電通は日本の広告代理店で業界では世界第6位の規模です2つ目は彼が三菱 UFJ 銀行に勤務していた時のものです彼の履歴書には小室慶が銀行の最優秀賞に2年連続で2回受賞したとありますこの賞は全体の上位10%のトップに位置する銀行員に与えられるものですしかし新入社員であった小室慶がこの賞を受賞した記録はありません さらに言うと小室圭は大学卒業後この銀行に2014年7月から2016年4月までの短い期間しか勤めていませんもし小室圭がそのような短期間で偉業を成し遂げた伝説のような銀行員であれば誰もが彼の素晴らしい業績を覚えているでしょうけれども彼の素晴らしい業績について覚えている人は誰もいません現実的に考えても新人がいきなりそのような賞を2年連続で2回受賞することは難しいでしょう 以上が小室系の性格について皆さんにお知らせしたいことです。えー、というね、えー、内容の動画を作らせていただきました。あとは、私としては言いたいことはまあ全てね申し上げましたし、ニューヨーク州の弁護士協会の専門家の皆様がどうぞご判断くださいというところでございます。 えー、ということで、えー、以上がですね本日の動画でございましたチャンネル登録高評価コメントなどをいただけましたら今後の動画作成の励みになりますのでよろしくお願いします本日の動画は以上となります今日もご視聴いただきましてありがとうございました